どうも、皆さん。リコです。ダイパリメイクが発売されたので、60時間かけて殿堂入りをしていたら、編集が全然できていなかったリコです。今回は、アイテム倉庫を作っていきます。内装込みで作っていくので、時間がかかりました。ではやっていきましょう。やることは単純で大量の、鉄、木材、レッドストーン、石を用意して、自動仕分け回路を大量に、作っていくだけです。まずは、穴を掘っていきましょう。地上に作るよりも地下に、作った方が資材も入手できるので、ちょっと効率がいいかもしれません。ただ、修繕とシルクタッチがついたダイヤモンド以上の、ピッケルがない場合は地上に、作った方がいいかもしれません。シルクタッチで掘った石はレッドストーンリピーターと、レッドストーンコントレーターの、材料になります。勘に頼って適当な大きさに、掘り抜きます。勘は9台。冒頭の話に戻りますが、11月19日に、ポケットモンスター、ブリリアントダイヤモンド、シャイニングパールが発売されましたね。虫が初めてプレイしたポケモンが、ダイヤモンドパールだったので、すぐに買いました。これまで、任天堂スイッチも買っていなかったので、それも買った結果、合計で5万円ぐらいの、出費になってしまい、本格的にお小遣いがありません。というか、赤字を出してしまいました。とりあえず、赤字を取り戻す分だけの、収入が得られる見込みなので、問題はないのですが、それでも金欠であることには、変わりません。キャプチャーボードも安いのを、買ったので、次はモバイルモニターか液晶ペンタブレットを、入手するだけです。液晶ペンタブレットを買うことができればいいのですが、安くても3万円前後になるので、なんとかして稼がなければいけません。缶は9台。次に、雑に内装を作っていきます。回路では後です。とりあえず、壁は全て石レンガにして、地面をなんかそれっぽく作っていきます。どのようなデザインになっているかを見れば、私が普段どんな動画を見ているかがわかるかもしれません。光源が松明だと見た目が悪いですね。光源を置く部分にガラスを敷いて、その下に光源ブロックを置きましょう。マグマだと万が一に落ちた場合に全ロスの可能性があります。かといって、レッドストーンランプはコストが高いです。大量にレッドストーンを使う予定があるので、レッドストーンを使う光源はできるだけ避けたいです。ジャック、ランタンは下を見た時にその見た目がちょっと悪いですね。ということで、グロウストーンか、シュルームライトにしましょう。入手難易度の問題から、目の前にあったシュルームライトにします。磨かれた玄武岩の交差点を、2マス掘り、シュルームライトを設置して、ガラスを設置しておきました。これでいい感じの照明になりましたね。これを全てに対して行っていきます。この後回路部分を作るために、壁の裏を、くり抜いていきます。掘るのはホッパーを置く場所を、含めて5マスです。掘っている間、ダイパリメイクの話でもします。未だにバグだらけらしいのですが、そういったものには遭遇せず、殿堂入りまで進めることができました。最後のガブリアスが本当に、鬼門でしたね。まさか手持ちのポケモンがほぼ全て、地震かドラゴンクロウでワンパンされるとは、思いませんでした。私の手持ちのレベルが平均して、78前後だったのに、レベルが65ぐらいの、ガブリアスに素早さを抜かされた上で、ワンパンで潰されてしまいました。耐久力もまあまあ高く、エンペルトの冷凍ビームで、HP を黄色まで持っていくことができたのですが、レベル差や弱点からワンパンで、沈める予定だったので、耐えられることは予想外でした。最終的には、ムクホークを完全回復させた上で、命がけで倒しきりました。残ったポケモンはレントラーだけで、もしガブリアスの目の前に出していたら手も、足も出ずにワンパンで倒されていたことでしょう。殿堂入りパーティは、エンペルト、ムクホーク、ロズレイド、ガブリアス、エルレイド、レントラーの6体です。フェアリータイプを入れるか、何らかのフェアリータイプの技を覚えさせれば、もう少し楽に突破できたかもしれないですね。そうしたら、最初のミカルゲが、フェアリーの弱点なので、ムクホークのブレイブバードで、無駄に HP を削ることもなかったはずです。他にも、モンスターボール以外使っていないので、捕獲率が低いパルキアに、時間がすごいかかってしまいました。まさか、アクアリングがあそこまで厄介なものだとは、思いませんでした。捕獲率が低すぎるため、HP が V であると仮定した上で、体力が黄色ゲージを割るぐらいに、調整した場合の捕獲確率まで、計算するぐらいアクアリングによる回復が、邪魔でした。
こっちは、パルキアの HP ゲージを、ドットまで削った上で麻痺状態にしたのに、全然捕獲ができないんですよ。ですが、伝説の図鑑も埋め切って、全国図鑑も手に入れたので、あとはメタモン厳選して、卵厳選だけです。ちなみに、編集中の今もメタモンの、厳選をしています。まあ、回復しない奴らなんて余裕なので、問題ないですね。ポケトレを途切れさせなければ、なんとかなります。缶は9台。掘り切ったので、回路を作っていきます。まずは仕分け回路です。動画で流れているように、レッドストーン、レッドストーンリピーター、レッドストーンコンパレーター、レッドストーントーチ、ホッパーを設置していってください。これを、チェストの数だけ作って、上にホッパーの道を通すだけです。ということで、残りの作成工程は全カットします。最後にアイテムエレベーターを、作ります。私は、ガラス式のアイテムエレベーターを、信じていないので、ドロッパーで上に上げる回路を、作ります。とりあえず、作成する回路を見せるため、別のワールドに移動します。作るのはとっても簡単です。ドロッパーを3段積み上げて、その中身を検知するために、コンパレーターを設置、その信号を使ってクロック回路を、動作させアイテムを上に持ち上げるだけです。これを元のワールドに作っておきます。こんなところで今回は終了にします。仕分けに関して、言い忘れていましたが、ホッパーの戦闘スロット以外に、仕分け用の棒などを1つずつ、合計4個入れておいてください。それ以外のところに仕分けたいアイテムが、入ります。何も入れてなくても勝手に、行っていきます。高評価やチャンネル登録などは、必要ありません。また、別の動画をご視聴していただけると、幸いです。ご視聴いただきありがとうございました。